ー監督率いるタイ代表、グループリーグに通過。タイ人たち大喜び。超ハッピー。監督、コーチ、選手たちに称賛を。最高のチームワークだ。3試合無失点は最高。優勝しちゃえ。すごい。常にこのレベルを維持してほしい。石井監督は選手の細かいところまでよく気にかけてる。チーム全員の決意と信念によって生まれた素晴らしいパフォーマンスだ。サウジ戦みたいにプレーすれば負けても後悔はない。石井監督のタイ代表を見るのは今までの代表の中で一番幸せ。アジアで十分戦えてる。監督が指示した戦術をこなした選手全員を尊敬する。みんなが満足よくプレーした。素晴らしい。ワールドカップでアルゼンチンに勝ったサウジアラビアと引き分けたのは最高。これでFIFAランクが100位まで上がった。もっと上を目指せ。ようやくタイ代表本来のサッカーが戻ってきた。このまま戦い続けるんだ。石井監督最高。